微前前堀川は埼玉県北東部を流れる利根川水系の一級河川である。ここでは微前前堀川のほか、その支線についても述べる。埼玉県久喜市植木で加速市から南流する農業排水路のご村落ちを合流して橋を発する。ここから川に沿って、清く工業団地までの約700メートルに桜並木があり、清く桜通りと名付けられて、 久喜市内の桜名所の一つとなっている。久喜市、清区町において西側より流下する、備前堀川と中堤防にて面し平行して流れる。この区間では、かつての農村の雰囲気をよく保存している。また環境学習の場所としてもよく利用される。途中、戸屋落ち、磯沼落ち及び仏殿落ちを交流。宮城町の和古境島側にて北側より流下する。 大内古戸根川と合流する。上流域では、洋水石が設けられ、農業用水としての利水もある。新川用水との合流付近には、万年石という石が設けられており、1902年に建設されて1979年に撤去された旧石の記念碑もある。この備前前堀川は1728年に、河原の犬までの神殿開発に合わせ、 沼の北縁に沿って流下するように、河原の犬周辺では、ふめぐる堀として整備された。この河川の開削当初の名称は、新猿田堀とされていた。合流新川用水と備前前堀川の合流点に、ある万年石備前前堀川と備前堀川が並行して流れる区間、備前前堀川と大落ち、琴音川の合流点後加速落ちは、埼玉県加速市及び、 久喜市を流下する河川である。この五家村落ちは、備前前堀川の上流河川であり、久喜市植木にて備前,前堀川と変称し流下する農業排水路である。このため、加須市内での流域周辺は主に水田などの農地となっている。久喜市の流域周辺では、集落も見られる。また、加須市、北辻のほぼ中央部周辺には北辻沼の 掘り上げ電が幾分加減損しており、この掘りつぶれからの排水路が五加村落ちへと流入している。五加村落ちという名称は対策当初の関係後、加村にちなんだものであり、小浜村、大室村、油性が島村、辻村、今鉾村を指している。合流戸屋落ちは埼玉県久喜市を流化する農業排水路である。この戸屋落ちは、主として、 国旗試食機の集落の所在する備耕地より西側に、所在する水田などの農地の中を流化する水路で、主として農業排水路として用いられている。また、六万部とところぐきとの境界、六万部側に、清く第一地区農業集落排水処理施設が設けられており、戸屋落ちは、この施設にて処理された生活排水の放流先となっている。なお、流路の詳細に関しては、 下記の流路説を参照されたい。トヤオチという名称は、流域周辺に所在するトヤという小技にちなんだものである。河原の犬間における、神殿開発以前には河原の犬沼へと流入する流路となっていたが、この神殿開発の際に、新ザルダボリへと流出する、要塞整備されている。しかし整備された当初は、落ち口があまり良くなく、やや排水不良であった。 久喜一江面地区、磯沼内は、埼玉県久喜市を流れる普通河川である。名称は上、清久の小技である磯沼に由来する。磯沼という地区は沼地であったが、この地域において、神殿開発が行われた際に整備されたのが、磯沼内である。磯沼は白畑沼と共に、幅2軒ほどの堀を掘り、掘り上げ、多型式にて開発された。 沼として残っていた部分は1944年に食料増産のため埋め立てられた。また、植木翼あざ、磯沼や六万部あざ、磯沼では高地整理が行われた。磯沼落ちに関しても、ふるさと農園区気力空間の周辺流域において河川改修が行われた。磯沼落ちはもともと旧木翼村、江面村流域の神殿で利用されていた。 新川用水の農業排水路で農地の中を主に流れる。周辺の農業排水を集めながら、下清久と上清久の境界を南へ流れ、東北自動車道をくぐって、所こと江面の境界を流下。茎インターチェンジの南方約500メートル付近で、備前前堀川に合流し、終点となる。詳細な流路に関しては、下記の流路説を参照されたい。 合流区市下早道区市役所付近物、友田落ちは埼玉県区市、南埼玉郡宮城町を流れる普通河川である。埼玉県区市上早宮沢駒の連が原川との分流地点を起点としている。区市役所付近で一旦暗居となり、区喜総合文化会館の北東側にて開居となった、後南東へ流下する。 久喜宮城衛星組合付近から、備前前堀川の北側を、並行して流れ、南埼玉郡宮城町大矢湖矢沼の東部、伊勢崎線橋梁西側にて備前前堀川に、自然合流する。流路の詳細については、下記の流路説を参照されたい。仏つ電落ちは、もともとは、旧久喜町や旧江面村地域の水田などで、利用される。 新川用水からの農業排水路として整備された。名称の仏区伝は、下早見の小技で、寺に備え立ったという意味と推察されている。地域的には、現在の区域総合文化会館やその周辺を指す。開作当時はこの付近を起点としていたことにより、仏区伝落ちの名称がついた。現在、起点付近では、主として水田などの農地の中を流化し、 区喜市役所本庁舎や区喜総合文化会館の周辺では市街地となる。その後は南や区喜東などの市街化区域と下早見の市街化調整区域との境界をなす。この流域よりより、新日本ガス区喜事業所周辺の集落を抜けると、再び流域周辺は農地となる。ありがとうございます。